ちょっと待って、なんか帰ってきてない西くん。ちょっと待って、西くん帰ってきてるやん、オリックスに。西くん、ずーっと大阪と関西行き来してるだけやん、西くん。最後はね、最後はオリックスで引退したいってか、もう西くんオリックスの選手だったってこと知ってる人減ってきてるだろう、もう。最近の若い子知らんだろう。西くんと金子千尋がオリックスだったの知らんだろう。